ゴルフ7チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。高沢七重です。そして今日はもう一人、イズミンです。よろしくお願いします。イズミンと一緒にお届けします。さて今日は私たちはとあるシダ会イベントにやってきました。イズミンって、なんかゴルフクラブとかってこだわりってある？クラブはやっぱシャフトのしなりとか柔らかさとすごい気になったりする。なんか私も今ゴルフ歴4年目なんですけど、なんか最初クラブってそんなにこだわりがなくて、自分の腕でしょとか思ってたんだけど、やっぱりクラブってかなり違うと思うんだよね。少しでも多く飛ばしたいし、女の子は特に飛距離がもう10ヤードアップするだけでスコアが多分だいぶ全然違ってくるので、今日は今のクラブよりもさらに飛ぶクラブを見つけたいと思います。ではまず一つ目にピンに行ってきたいと思います。ピンといえば、ピンといえば、すごく飛ぶっていうイメージがある。そうだよ ね。やっぱりあの、渋野日向子選手が優勝してからすごい人気が出たと思うんだよね。ピン注目されてる。そうだよね。で周りでもやっぱピン使ってる子多いし、ただね、私ピンってシダしたことないんだよね。そう、パターはピンなんだけど、あ、そうなんだ。そうちょっと気になるドライバーも気になる。そう、もう飛ぶという噂なので、ちょっと行ってみますか。行ってみたいと思います。ピンのブースにやってきました。じゃあまず私から行ってみたいと思います。もうすごい音音すごい低い音すごい、音がすごい特徴的。おお、捕まってるね。このクラブは結構最新のクラブですか？去年ですね。へえ、じゃあ女性の中ではこれが今ピンの中で一押し、はい、アイアンもちょっと打ってみたいです。7番。じゃあ9で9で。お、すごい高さ出た、すごい高さ出た。あ、すごいめっちゃいい、すごいこれ。多分どこ当たってもまっすぐ飛ぶ感じですよね。ね、ミスしたけどまっすぐ飛んでくるね。じゃあありがとうございました。ピンすごい良かったね。良かったね、なんかすごくね、座りが良かった感じがする。あの構え、構えた時の座りの良さ、あ、なるほどね、ちょっと安心感があった。なんかの音も良かった、ね、そうね、特徴的な音、甲高い音っていうかね、なんかドライバーも良かったんだけど、私はやっぱアイアンがちょっとびっくりした、ね、すごい捕まってたね。すごい捕まってたし、高さも出てたし、振り抜きもねすごい良かった、すごい見ててもね、あ、捕まってるなっていうのが分かった、結構なんかピンのアイアンいいよっていう噂は聞いてたんだけど、なんか打ってみて、あ、なるほどねって分かったかも、良かった ね、良かった、はい、じゃあ続いて2つ目はキャロウェイ、キャロウェイに行ってきたいと思います。キャロウェイどうだろうね、あの新しいクラブが出たじゃん、ね、注目されてるよ ね、マーベリック、ね、あれちょっと打ってみたいなと思ってるんだけど、私結構キャロウェイね好きなの、あ、本当にそう、エピック使ってたんだけど昔、そんなに力入れてなくても飛ぶんだよね。そうなんだね。そう、なんかそのマーベリックはそれよりも飛ぶって聞いてるから、やっぱ飛ぶ方がいいもんね。やっぱ飛ぶ方がいい。ちょっと試してみたいと思います。いやー、だいぶ待った。で、2時間半ぐらい。2時間半ぐらい待ちました。待って、待ちに待ったキャロウェイのシダがやっとできます。やっとできる。マーベリック打たせてもらえていいですか？はい、よろしくお願いします。はい。やっぱこのマーベリックの特徴ってどんなところなんですか？そうですね、全体的に言えることなんですけど、フェースを
AI が設計してるんで、どうしたかっていうと、まあ、もちろん飛ばすために設計してるんですけど、うん、真ん中で飛ぶのは当たり前じゃないですか、はい、でそれを外してしまうのがアマチュアじゃないですか。外したのでちゃんと飛んで曲がらないっていうのを AI が設計したんですよ。すごいすごい、まずまず興味がある。アマチュアの味方ですね。すべても、はい、飛ぶっていうのはやっぱり C です。あ、はい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 、ショットの位置が分かるので。これで1対1が分かるので、おー、ごまかせない後に残っちゃうんだあ、まっすぐ、でもすごいまっすぐ打てた、はい、優秀優秀わ、すごいねこれ、やっぱいいわやっぱいい、ちょっと上だったかな今。あ、でもちゃんとちょっと上だったけど、しっかりと掴まった。ねー、すごい、いやこれいいシャフトが少し硬いやつですか、はい、ちょっと打ち比べしてみよう。いや、やっぱいいわやっぱりいい噂通り。おお、まっすぐしか行かないよあれ、これの方がちょっと、うん、いいかもしれない。ご自身のスイングのタイミングに合ってるような気がします。だって2発とも真ん中だった。すごい、じゃあ打ってみようかな。打ってみる、まっすぐめっちゃまっすぐあ、ほんとだ、ねえ、すごいミスった。ミスってるけど全部まっすぐ許容範囲、うん、こんなとこで当たってるすごいとこ当たってるそれすごいよえ、ちょっとドライバーじゃないやつも、はい、ドライバーじゃないのもね、ユーティリティかな、やっぱり、はい、うん、いい、なんかすごい分厚い感じがしますけど、大きくして、まあ、見た目の安心感を出す。ああ、なるほどね。タイミングが合う。あ、はい、わあめっちゃいいめっちゃいい、飛んでる、すごい、なんか面白い形してるの大きくない、なんか、うん、四角、四角、ここがなんか四角っぽい、フグ、フグっぽいちょっと打ってみます、はい、じゃあ軽い方から、いいと思うんで、うん、こっちも打ってみます、お、いい、ナイショー、うんうん、ナイス、うんうんうん、の方がね打率はいい。アイアンはないんですか。ヘルシャフトしかないんですけど、あ、やってみます、はい、おお、打ちやすい、いいじゃん、なんかやっぱその以前のエピックとかローグよりも飛距離もやっぱりもっと進化してるんですか。そうですね、あの飛距離はもちろん最初に出したら外しても飛んでくれるっていうのが話し、アマチュアの方には恩恵がある。いや、キャロウェイはね、長い時間待っただけあったね。待ったかやった、待ったかやった。マーベリックやっぱいいね、すごいね、うんうん、あんなにミスショットしてもそうちゃんとロンドンのまっすぐ行ってくれたのがびっくりした、うん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 、なんか私エピック使ってたんだけど、うんうん、エピックってこうやっぱり飛距離に特化したクラブで、うんうん、その後出たローグが、うん、それこそその優しいクラブって言われてたのね、うんうん、でマーベリックはその両方を兼ね揃えたクラブだなって、いいとこ、いいとこクラブなんだね、そう
ですね。そう感じた。フェロウェイユーザーからしたらもうやっぱり最高のクラブ。最高のクラブだと思う。そっか。ドライバー命じゃん。なんか女子は特に。1打目にすると、そう。もうボギーも危うくなっちゃう。そうそうそう。ね、必死にボギーか、ね、そうだよね、まあ、ダボーか、ちょっとさらに失敗するとトリとかさ。なるなる。ね。1打目すごい大事だからね。うん。だからドライバーに安心感があるってすごく大事だよね。うん、ショットで、うん、まっすぐ行ってた。だってあんなとこ当たってたね。なんかすごいさ、すごい下に当たってた。でもまっすぐ行ってたよ。すごいと思う。マーベリック、すごいです。